ネイチャー恵子のザ・ど田舎生活。2022年2月27日、夜の22時27分ぐらいです。お散歩してるんですけども、なんと今雪を触ったらものすごく硬い。雪がほら、あったに太陽で溶けて硬い。もうよかった、バタンと倒れるのやっといて。もうできないです、もうできないです。それで雪が溶けるから帰って危ないっていうのを滑って、雪だとサクサクいけるんだけど、氷なわけですよ。アイス、何？リンクみたいなもんで、ちょっと雪解けは歩く人にとっては大変ですね。ああ、もう滑る、ほんと滑る。ガリガリの靴じゃないと、ほら、もう、わかるかな？シュッ。どこ行ったか、こういう雪のある、ちょっとゴツゴツしたところじゃないと、やばいっすよ。危ないです。はい。日曜日じゃなくても、もうこの時間はもう誰もいない。誰もいないのよ。今ね、ふとね、思った。4月からね、また、本州にちょっと行きますけど、行けるのかなーってね。関東はね、4日か5日しかいないんですよ。関西は、まあ、ゴールデンウィーク明けぐらいまではいるし、それから京都、神戸あたりの知り合いのところに、ちょうど田植えとかのシーズンだからね、行こうかなとか思ったりするんだけど、今までずっと熱く語ってたですけど、ひっくり返した瞬間に切れちゃったんだろうね。22時、ね、夜の10時半ぐらい。もう誰も動いてないでしょ？すでに7時。まあ、ここが9時ぐらいまでは温泉っていうか、温泉じゃないんだ。ここはスーパー銭湯なんだけど。そうね。あ、でもまあ9時半ぐらいまでは何やかんや動いてるのか。今ちょっと人生のことを話してたんですけど、録画されておりませんでした。そう、こうやってひっくり返すとね、消えちゃうんだよね。どっか押しちゃうのかな。で、もうずっと頭の中に、錦織さんの Song for You がね、もうずっと、もうリフレイン、ずっとこの、数日間かな、もうちょっと前に知ったかな。なのでご本人をぜひ遠目でもいいからお見かけしたいですね。あ、それと小泉今日子さんのコンサートが3月12日に、札幌であるんですけど、チケットを買ってまして、でもなんか PCR 検査とかなんかそんなのを証明出すとか言うんだったらいけないなと思ってたんですけど、まあ、A ちゃんのコンサートの時も別に PCR じゃなくて、なんかなんかスマホに熱がありますかなんちゃらとか、それをダウンロードすればいいぐらいだから多分いけると思って嬉しい。まあ行きましょうっていうか、なんかチケットをリセールとか言って売れるみたいなんだけど、でも多分行きたいから、ご縁付けにも行きたいし、そう。なので、行けるというところで、行くという意思を自分自身に先ほど打ち付けました。はい。なんかさ、やっぱり半年でも住んでるって、半年って長いんですよ、私にとって。半年かける3倍だからさ、6かける3、18ヶ月ってことは1年半でしょ。1年半って長いんですよ、ものすごく。だからもうあと2週間ぐらい、実質2週間ぐらいで紋別をまた去るんだなと思うと、まあ、ちょっとこう寂しくなったりしますよね。でもね、本当だったらもうずっといて細々とって思うじゃない。
でもそれそうは問屋が下ろさないっちゅうね、はい、ひね馬ですしね、世の中を変えるきっかけを作るひね馬なので、そうも言ってられず、まあまたタイミングがあれば来ますけどっていう感じかな。はい、何が待っているのか全く分かりません。でもとりあえず冬は経験しましたしね、流氷も見れましたし、今日もテントで寝たいところは山々なんですが、もうホームページを作らないと落ち着かないので、まあ寝るとしたら朝方かな。まあ朝昼も寝てないからね、昼寝るのも一つかなとは思うんですけども、というところで、2月はあと1日、28日で終了ということなので、今日は27日、夜の10時半ぐらい、まあ、これから朝方まで仕事したいと思います。ありがとうございます。すべての存在、思い出たち、今になってつながりが見える。2022年2月の28日、お昼前だね、11時ぐらいかな。はい、カメラ2台で撮ってるので、テントはね、 iPhone 嫌いなんですよ。テントの中、 iPhone ってね、ちょっと画素が強いっていうか、うん、iPhone よりも Android の方がいいので、 Android で撮ってたんですね。なのでこの iPhone で撮った映像が残っているので、今撮り始めました。はい、28日最終日ということで、まああれですね、皆さんも支払いとかに行かれてると思います。26日支払いが土曜日だったので、今日というところでね。はい、天気がいいです。天気がいいっていうことは、歩く人間にとっては雪が溶けて夕方っていうか夜滑るので危険なんですね。はい、あとはあれですね、積雪、あ、風は強い、風強いの、積雪、雪がこう溶けて落ちてきて、怪我する人とか亡くなる方がいるので、上を見ながら行かないとという感じですかね。よいしょ、あ、風強いな。昨日の段階ではね、まだ流氷いるらしいけど、本当はガリンコ号ってあるんだけど、まあ、ガリンコのままではちょっと今年はね、また来年の楽しみにというところで、ね、やることがいっぱいで、ちょっとそこまで行く時間がございません。あ、風冷たい。めっちゃくちゃ手が冷たいです。よいしょ。あとは、今のうちに、キョンキョンのチケットを、セブンイレブンに行って、紙のチケットをね、なんかこういうさ、なんか田舎、ね、ど田舎からさ、行くって言うと、めっちゃ楽しいだろうね、みんなね。だからね、物がいっぱいあるっていうのが幸せなわけじゃないの。種ヶ島に行った時にね、空港じゃなくて、フェリー乗り場、降り場降りて、すぐ白い、こう、なんていうの、看板があってね、そこにいろんな字を書けるんですよ。で、そこで見てね、あの、ミスタードーナツがやってくる、何日から何日まで、でそれ見た瞬間にね、楽しいだろうなって、もう、あり余るものの中で、ね、ものでさ、行っちゃうよりは、っていうところなので、田舎全然ね、実は紋別は田舎じゃないんです。はい、感覚的がど田舎であって、紋別自体は本当何回も言いますけども、車がなくても住める田舎というのは日本全国いろいろ行きましたけど、私はここだけだと思います。はい、うん、そうだと思います。ちゃんと自然があってね、やっぱりさ、田舎の方に行っても、駅の周辺って開けちゃってるから、田舎感覚はないし、少ないし、
そういう意味では。で、本当オホーツク空港もありますからね、紋別、オホーツク紋別空港。で、今ほら、企業が、地方に行くようにって進めてるじゃないですか。あれで大体交通費月5万は出るっていうからね。まあ、ちょっと足すぐらいでできるんじゃないですか。月1回、東京出張。カラスさん、カラス元気ですね。天気が良いと白が反射して眩しいですね。はい、眩しい眩しい、目が開けてない。銀行混んでましたね。あ、風も強い。そう、それでまあオホーツクは紋別はもう遠くない、近いという概念に切り替えました。でね、なんかYouTube とかさ、Facebook とか見てるといろいろ広告が入るじゃないですか。で、最近よく気になるのは副業で、1日10分でなんちゃらとかさ、あれ問い合わせたことないからわかんないけど、やっぱりからくりがあるわけでしょ。ね、それをやるに登録料先にとか、まあ無料でやったとしてもね、まあ万が一無料でやったとしても、例えばそれが宣伝ね、宣伝の文句を書く、使ってもいないのに宣伝の文句を書くとか、なんかチラッと見たらテンプレート、こういう決まり文句を貼り付けるだけでいいとか、でもそれでやってお金稼いでよろしいと思いますか、本当に。っていうとこなんですよ。お金ってやっぱり稼ぎ方大事ですからね。まあそれよりも使い方大事なんですけど、だから、なんていうの、お金が手に入れば何でもいいかっていう精神が今の日本を作ってます。ね、10万円、残業が減ったから10万円。ね、それに副業っていうの、副業チャンスってそういうところにターゲットを絞って売り込むからさ。でもそれはさ、嘘偽りの中から、これどうやって歩くの？これ、ねえ、これ。なんて言うんでしょう、これはさ、危ない危ない危ない、日本だから許されることで、これ外国だったらもうビルの管理者、これが行動だとしてもここの前のところもやってないっていうので訴えられちゃいますね。これどう考えても通れないもんね。そう、だから何でもかんでもお金になればいいのかというところですよ。でもまあそれも学びでやってみてどうかっていうね、昔で言えばなんだっけ、ネットワークビジネス、今もありか、ネットワークビジネスとかさね、愛に10本だから、それが本当に自分が使ってね、実感してやるんだったらいいけどさ、テンプレート貼り付けるだけで使ってもいないのにさ、あ、いいですよって勧めて、その人が買ってもし何かあったらどうするんですかっていうところまで考えないと。まあそういう意味で言えば、皆さん何、働かなくてもお金の入る仕組みを作ろうとか、そういう言葉に弱いんだけど、だったら一番いいのはこの間のあれですよ、フードカーみたいにちゃんと自信のあるものを作って、開発して作って、それをスーパーとかに入れてもらったりする、そういう方がいいんじゃないですか。ものすごく賢い人たちだなと思いました。一緒に食事させてもらったんだけど、まあ後から失敗返しが来るということを分かりながら、例えばね、本当お金だけが欲しい欲しい欲しいと言っていた、ハワイの知り合いの旦那さん、子供が亡くなって、それでお金入りましたよ。ね、そういうことなの。お金があっても幸せになれないし、お金があるほど、あればあるほど不安になるっていうことを分かんないからだけどさ、うん、だから今本当コロナもそうだし、戦争もそうだし、何を問われてるかって言ったら生き方なんで、その時にまあ、ま、悪魔の手っていうのはさ、窓口は広いんですよ。若い子であれば水商売とかさ、風俗とかさ、男の子だって今だったらいるよね、そういうジャンル。
でもね、悪魔さんたちはね、窓口は広いの。誰でもできますよって。そこからでしょ。そこから抜け出れる人っていうのは、なかなか意志が強い人じゃないと難しいですよ。あ、吹雪いてきた。風が強いってことは吹雪いてきた。危ないのでまた後で。おお、さっきまでいい天気だったのに雪が降ってきました。すごい、もうまるで操作されてるような感じですね。スイッチで天気、雪、強風みたいな感じですよね。まあ、ほぼほぼそれに近い感じだと思いますけど、はい、吹雪のかな。でもね、そのね、気象操作じゃなくて、本当に東京行った時に、ここが天気で、すぐ向こう側が、ほんのすぐ向こう側が雨っていう現象を経験したことあります。いきなり雪降り、雪降りになってしまいました。でね、さっきの続きですけど、もう本当にピンチな人は多いんですよ。ね。多いと思うんです。でもやっぱり無理だったら、何、支払いがあるんだったら債務整理とか、ね、自己破産とか、もしくは自己破産とかだって債務整理だって半年から1年かかりますからね、とか、あとは会社員の人で、例えば奥さんとか新規事業やってみようとか思ったら、仕事ね、自営業やったことなければ、新規事業の、もちろんだからコロナの中でできる、なんていうの、将来性があることなのよ。例えばお弁当屋さんとかさ、そういうのを、新規事業の支援っていうのが、その市とか、まあ県とかもかな、あるので調べてみるとか、とにかく何とかしてみようという思いだよね。反貧困ネットワークというのがあって、東京は。でもそういうところに電話してくる子って、本当にもう100円とかさ、もうそれぐらいしかし、もうお金がなくなって、で、そこに電話をして、繋がったら、助けてもらおうと。でもそうじゃなかったら死のうと思うさ、そこまで追い詰めてるわけよ。追い詰めてるっていうか、そこまでなんとかもうできない状態で、動けない状態だろうね。でも、いくらでも知恵というのは、知恵っていうのはさ、考えるから、あ、さっきゴミ持ってってもらったんで、ありがとうございます。今日燃えないゴミね。知恵っていうのはさ、考えないとか、考える、分かりやすければ考えて、こういうパターンにしよう、こういう風にしたらどうかって考えることだからさ。でももうみんなマスクしちゃってるから、マスクをすると酸素がちゃんと脳までいかないから、考える思考がもうなくなってるんだよね。まあそういう人におすすめは、自然の中に山とか海とかちょっと行って、もうスマホとか持たずに行って、もう大きく呼吸をして、深呼吸をして、宇宙、要は自然が神だから、うん、自然の中で、どうしたらいいですか？ What's going on？ と聞いてみると、よろしいんではないでしょうか。そこで、ヒントが来る場合もあるし、来なければ自分で考えろと、自業自得だと言われる人もいると思うし、だけどやっぱり探すしかないでしょ。今もうだって皆さん気づいてないけど、これ今の日本自体が戦時中ですから、ね、メディア戦争、医療戦争っていうところだから、やっぱり自分たちを救うのは自分でしかないと。ね、国も政府も会社も、そこに依存していること自体、依存からの脱却みたいな話だよね。ということなので、もうね、本当に頑張るしかないの。ね、頑張ろう。で、で、多分ね、コメント、まだ入れれるかな？そのうちちょっとコメントを入れれないようにします。ちょっとツイッターとか、なんかあの手のさ、
短い文でさ、ボソッと言われても返事に困るんで、その時間もったいないので、何か、話とかね、基本的にお話し相手は仕事でしてますので、まあ、軽い言葉だったら、軽いことだったら、軽い、なんていうの、軽いっていうか、バソボソッと返事はできますけど、ちゃんとメールから、ね、そういう手軽なことをやる人は手軽な人生なの、薄っぺらい人生になるっていうことなので、そのうちコメント欄はコメント入れられなくなると思いますけども、ご了承ください。時は金なりね、時間が限られてくるんで、ここも通れないでしょ。いらっしゃらなうちなの、ここもいらっしゃらなうち、いいところにあるじゃんね。そうそう、前も聞いた、だから行きかけをしていないから、いいとこだと思いますよ。条件は聞いてないですけど、いっぱいあるんですよ、あの空き家だってさ、いいお家だと思うよここ。山登り、山登り、はい、よっ、よいしょ、あーね、やらないとこんななっちゃうんだね。よっ、よいしょと、はい、救急車バンバン行ってます。ね、なぜ救急車だ？みんなさ、ワクチン打ってからさ、救急車が増えてるじゃん。っていうことを考えないと。ね。